皆さんこんにちはサイかとくんです明日で7月今年もあと半分ですね今週のトピックはサイバーセキュリティ対策5か条ですその1「不審なメールは開かない」です「身近な企業を語ったばらまき型メールが確認されています」「リンク先をクリックしたり添付ファイルを開くとウイルスに感染してしまうことがあるので注意してください」その2 大切なデータは必ずバッックアップです身代金目的でデータを暗号化されたり盗まれたりした際に早期復旧ができるため定期的にバックアップデータをネットワークから分離した安全なところに保存することがとても大事です。その3 OS やソフトウェアは必ずアップデートですアックデートをしないまま使い続けると被害を受けるリスクが高まることからアップデートの通知を受け取ったらすぐにアップデートをしてください。その4 ソフトやアクリは信頼でできるる、場所からダウンロードするです。便利なソフトやアプリがインターネット上には存在しますがむやみにダウンロードすると予期せぬ被害に遭う可能性がありますその後パスワードは使い回しをしないですパスワードを使い回すと解読された際にすべてのサービスにログインすることが可能になってしまいます生年月日や名前から推測されやすいものは使わず なるべく長いパスワードに設定してくださいサイバーセキュリティ対策5か条のおさらいですこれらを守って被害に遭わないようにしましょう今週は小技ですファンクションキーを活用して文字入力の種類を一発で切り替えることができます文字入力した後、エンターキーを押して確定させる前に ファンクション6キーを押すとひらがなにファンクション7キーを押すと全角カタカナにファンクション9キーを押すと全角アルファベットになります。ぜひ使ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。